さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 日本保守党が正式会見を実施しました。本日、有本さんと百田さん2人で対応していましたけども、大勢の記者団を相手に30人の候補者の名前も全部発表しておりました。さあ、今日はですね、まあ、この30人の方全員こう発表するとはいわけにいきませんので、気になるとこをパンパンパンと私が買いつまんでね、皆さんにご紹介しましょう。そして、あの人はなぜいないまあ、とかね、あとは近畿ブロックの第6位と、これ誰なんだと。まあ、なんか有本さんが不思議な発表をしていたんですけども、うん、おそらくこういうことかなというお話。ではまず雰囲気 なんですけどもこういう形でね、もっと青っぽい明るい服を着てくるかと思ったんですけども、これね、えー、2人とも黒でこれ統一したかと思いますが、こんな形のシックな雰囲気で会議が始まったということになります。さあ、この会見なんですけども、ずっとね名前を発表してきました。そしてこれ見てください。こちらは私が X からね、えー、これはあの拝借したものなんですけども、ずっと名前が書いてあります。ひらがなもありますけども、大体これで皆さん分かりますよね。えー、そして一番上の北海道ブロックなんですけどもまあこれね。えー 下の123456が決まった後に北海道も追加で出しますという発表がありまました、まあ北海道ですからねまあおそらく小野寺さん,、うんこれはかかってくるのかなと思っておりましたら1位に小野寺さんの名前が挙がってきたということなんですよね。でまずはじめなんですけどもこちら見てください一番下近畿ブロックには6人を出すということで,で上から第1位が島田先生とああここに島田先生出すのかとえそして3位に百田さんの名前じゃあ何か なんで百田さんんが位位かっててことはありますよねそして6位んなんだこれは、星印、通称を調整中と、通称、通名、んこれはどういうことということなんですけども、まず最初にこの百田さんね、まあ普通考えますと百田さん1位じゃないかと思うんですけども、どうやらですね、百田さんが3位の理由というのは健康上のことがどうもあったらしいんですよね。ですから、仮にですよ、近畿ブロックで一番上の1人だけ当選したとしますと、百田さんが1位にいると、まあ、百田さんが確実に1位に入ると。 なりますただね、えー、まが、あ、んの,、ね、あの例のこともありましたんで、えー、1位になった場合にひょっと ししたら体体力的な問題が、ね、体調的ななな問問題題ががね調出るかもしれないですから、ここはちょっと譲って3位に落ち着いて、1位には島田さんを持ってきたと。まあ、そういうことらしいです。で、問題はね、6位なんですけども、これ何だと思います通称を調整中。で、有本さんが発表していましたけども、お名前をどのように表記するかということをまだ検討中ですので、名前を出していませんと。なんじゃこれとやっぱり思ったでしょ。でもね、これちょっと考えたら、ああ、おそらくこういうことだろうなと。 と思いました近畿ですね、大阪ですね、ね名前をなんで出せないか、名前の表現、表記を検討中、はい私はねこの方だと思いますよね、で香港さん、はい香港さんということで、このね正式名称、意外に知らない人がいるんですけども、も香港さんというのは、はいここにもあるように、ひらがなの香港なんですよ。香港さん、よく言ってるでしょ、私のことを漢字で香港って書く人おるんやけど、ちゃうと、私はねあひらがなの香港なんやって言ってました。だから だからおそらくね香港さんじゃないかなこれただこれ名前として発表するときにこの香港で行くのかあるいは本名で行くのかそういうことがあるんでしょうねだからちょっと待てということになったと思いますであのちなみになんですけどね私実は1年前まで待っ 全く気づかなかったことがありまして、これ見てください、はい、香港さんに私、フォローされてるんですけども、下の、ね、フォロワーとフォロー中を見ますとね、フォロワーがまあ32万8000いて、えー、フォローをしてる人が、ね、397人しかいないんですけども、まあ、あ,のありがたいことに私、そのうちの1人に、ね、なっておりましてで、ね、ちょくちょく香港さんにリツイートとかなんかされてましたんで、あれとは思ってたんですよ、そしてね、1年前にふと見たら、あら、なんだ、フォローされてるじゃないかと、全く気づかなかったんですよね。えー、ちょっと、まあ YouTube をメインにやってるもんですから、ちょっとね、こちらのほうがお留になってると。はい、そういうことで、おそらくこれね、香港さんが6位に入ってくるんじゃないか。でね、香港さんが6位に入ってくる、まあ、入らなくてもいいんですけども、香港さんが、まあ、間違いなくですね、これは、これ、関西におきましては応、えー、応援演説、弁士として入ってくると思いますよ。いや、これはなかなか面白いでしょうね。で、おそらく中にはね、香港さんがこのような活動してるってことを、ほぼ知らないような人も多いと思うんですが、なんで香港があんなとこでね、えー、これ やってんんだと思う人もももいいるかもしれませんよね、はい、でもねはで香港さんのこの応援演説、かなりね熱くね語ると思いますので、ものすごい今から楽しみですね、そして島田陽一先生、私、昨日のね、えー、これはあのポストじゃない,いや、これは動画でも言ったんですけども、も島田さんは今回出ないと思ったんですよ。 理由は簡単でございます。あの、参政党の候補が福井一区、稲田さんに当てるような形で出てきました。で、そのニュースを取り上げてね、島田さんが、参政党頑張れと、参政党に入れるしかないなという形でポストしておりましたので、つまり、島田さんがこの福井1区に出るということはありえないとで、私もね、頭からもう島田さんが出るとすれば、これはもう福井1区の小選挙区だと思ってましたので、その時点ないと思ったんですよ。いやいやいや、こういうことだったんですね。近畿ブロックの1位に出てきました。 でまあ、島田さんといえば、ね、かなり無骨な方でございまして、非常に、ね、歯切れのいいといいますか、まあ、かなり強い言葉を使う人なんですけども、いや、私ね、日本保守党のカラーに合ってると思いますよ、島田さんもぜひ当選してほしいと思ってますね、えー、そしてご本人も本日、まあ、これで、ねまああのー、発表していいということで、上がってますよね、来たら総選挙、日本保守党の比例、近畿ブロックに私の名前も載ることになりました、今のところ暫定1位と、日本の将来をかけた大きな戦いに私も魅力を尽くす所存ですと。 はい応援しております、島田さんね頑張ってくださいね。でね、島田さんのこのポストをね、せっかくだからいろいろ見てみようと思って、ずーっと食っておりましたら、こんなニュース上がってましたね。福井肉例の,あのパンツ高木さんですよ、えー。自民党のこの非公認を受けたということで、政界引退,引退したはずのこの山本元衆議院が出馬表明と。はいで、この人は高市早苗さんの夫なんですよ。確か1回離婚して、再婚したんだっけまあ、いろいろあるんですけども、残念ながら、 高市さんの旦那さんってことなんですけどももうこてこての美中ということで参っちゃいますよねだからこれはね言われると思いますよまあいくら夫婦であってもねこれは関係ありませんから別に高市さんどうのこうのじゃないんですけどもひとまず言われることは言われるでしょうねまあ高市さんここはねうんまあ旦那さんってことですから極めて難しいんですけどもその私生活とこの政治というのはねこれもう別ということでこれ言ってほしいと思いますよねさあそういうことでもう一度見ていただきましょう ざーっと見ていきますと。とはい、ここに気になることがあります。まあ、これは x では今日相当話題になっていたんですけども、何が気にかかるかはい。これが気にかかるとはいえー、飯山あかりさんなんですよ。 飯山あかりさんの名前がありません。まあ、これはね。私も昨日の動画ではまあ飯山あかりさんという人もいるよね。なんていう,ふうに書いたんですが、まあまあ今までのあの雰囲気を見ていると、飯山さんが今回。 ここに名前が載ってくるってことはまあ正直言ってねなかったんでしょうねということでまあこれねいろんな人がああだこうだって書いてますよ。であの例の長谷川さんもですねあのジャーナリストの、ね、長谷川さん、元東京新聞の、まあ、あの方も今日動画で上げていましたけども、まあ、結論としましてはね、えー、まあ結局まあその病気、まあ、病気は治ったってことなんですけども、まあ、今回はね、えー、まあ,ま,あ,そうあんまり関わらずにね外から見てましょうとまだ参院選があるんじゃないかと。まあ、こんな形 になってましたいやいや、まあ実際にはね、本当のところは分かりませんよ。まあいろんなね、こと言われてますので、私はまあ、あのなんだかんだ言って、あくまでも外野でございますからね、ね、妙な詮索をする気はございませんけども、ただ今回、この飯山さんが選挙に出ないということは、まあこれではっきりしました。で、今こ、ね、このキャプチャーを借りてるのは、これ、今日の飯山あかりさんのうん、これはね、飯山あかりチャンネルなんですね。で、もちろん飯山さん、触れておりました。で、まあ、ちょっとだけ残念だったのは、今回のことについて、 えま、飯山さんにね。まあ連絡というのはまあ一切なかったらしいんですよねえー。もし連絡一つまああればね。良かったんだけど、なみたいな雰囲気を飯山さん匂わしてましたよね。いや、これはあくまでも匂わしたってことですよ。だから、まあ私が見た感じとしては、飯山さんとしては、うん、その辺はね。ちょっと残念だな。寂しいなという気持ちがあっ。が 私は見受けました、まあ、これねご覧になった方、まあ、ぜひ見てください。あのご覧になってない方もね、であとあの見た方というのは、それぞれ皆さんねお考えあると思いますけれども、あのただね、私は一貫して、日本保守党どうのこうのとは全く別次元に、この飯山さんというのは国会には絶対行ってほしいと思ってます。もちろん、例のイスラムの件なんですけれども、前回と言いますか、1週間ぐらい前かな、アンルワというのが、あの組織ですね、結局は思いっきしハマスの幹部が入ってたと。それもね えー、これはアンルア自体が認めてますよねでこれに対して、いわゆるねこの飯山さんをずっとつっついてた人っていうのは、一言もね皆さん言ってないんじゃないですか、特にあの有馬哲夫先生、なんか飯山さんがね言うと、それに文句を言って、いわゆる小判ざめ商法で自分のチャンネルの再生数を上げようとしてる先生がいらっしゃいますけども、あの人もね、何にも言ってなかったと思いますよ、もうぐうの音も出ないということです、す散々小馬鹿にしていましたね、えー、あの人、なんであんなに偉,偉そうなのか、よくかんわわかけわかんないんですけども、言ってました、あの有馬 先生も何人も言っていないと。 ですからね、このお、まあ、ガザと言いますか、あっちの方をこうを持ち上げるようなそういう学者がいてもいいと思いますけれども、反対側の学者がいないと、これが怖いっていうことなんですよ、だから、飯山さんにはぜひ国会に行ってもらって、えー、そしてね、えー、この中東、対中東との政策に関しましてね、僕はね、大きな役割を果たしてほしいと思いますよね、で反対の人がいてもいいじゃないですか、そうでしょ、だから飯山さんと反対側の人もいると、そして飯山さんの側もいる、これでバランス取って、両方の意見出せばいいわけでしょ。 だからねそういうふうにやれば何ら問題ないと思うんですけども、飯山さんをなんかね、こう引っ張り出してきて、どっかで討論しようとかね、そういうね、ことを言う人いないんですよね。遠くから飯山さんを攻撃してるだけだと、僕はそんな気がしますよね。まあ、ただね、この飯山さん個人について、ちょっとね、うん、口がね、ちょっと滑っちゃうなっていうことをね、言う人もいるでしょう。私もね、その辺、飯山さん、もうちょっと抑えるといいなと実は思ってるんですが、まあまあ、それはね、今のところは大きなお世話としておきましょう。僕はははね飯山さんにに次の参議院選挙にはえ 期待をしててておりりままますすすのでもももうう年もありませんもうすぐに出番やっっくると思ってます私、本当に飯山さんには活躍してほしいと思ってるんですよね。さあ、そして小野寺さんと、うん、小野寺さんもね、いいですよね。なんと言いましても、あの、北海道の中国の土地の買い占めの問題ですよ。これはね、あの小野寺さんはもうずっと道義をやっておりましたし、北海道を地元にして活動してます。活躍してます。だから、この問題に小野寺さんも最高なんですよ。で、今回ね、日本をしとこれはね、かなり北海道でも、まあ、 知名度と言いますか市をされることは間違いないと思います、えー、名簿1位となってますので小野寺さんこれはね北海道の皆さんぜひねこれ通過させてほしいと思いますねえー、そしてこの小坂英二さん、えー、これは都内の外線ではこう必ず和服をね和服と言いますかねあれを着てバシッと決めてるとでねいつもこの写真見て思うんですけど奥さんとの写真ですよね東京駅をバックにねほらあんなもの着てねこういい感じじゃないですかねこの写真をずっと載せてるんですよおそらく小坂さん自慢の奥さんだと思います ますよねだっておきれいな方ですね、えー、これかなり自慢のね、これ方だと思いますよね、えー。ですから今回ね、小坂さん、やっぱり1位に搭載されておりますので、えー、ぜひともこの小坂さんにもこれは当選していただきたいと、えー。そして最後なんですけども、豆腐屋のおかみ、えー、150年、あ違った、100年だったかな、100年続く老舗の豆腐屋さんのおかみさんと、はいやっぱりこれは名古屋、愛知県ってことになりますので、これ、川村さんもどんとどん乗ってきますよね。豊橋、私ね、豊橋さんよく知ってるところなんですけども、この竹上さんもずっと と日本のために活動している方でございますさあその他ねいろんな方もこう立候補しておりまして百田さんも含めまして30人がきっかりこれは立候補しておりますうんこれで当面の目標としては5人を何としてでも国会に送り込もうということで今やってるわけなんですからやっぱり5人ですよねとにかく5人30人全員当選これはもちろん目指していますけどもさすがにねこんだけ出してね30人当選ってことは、ね、そんなうまい話はありませんとにかく5人当選すれば今回のチャ チャレンジといは大成功。そりゃそうでしょう。初めて国政にね、これチャレンジして、5人の国会議員を生み出したら、すごいですよ。ものすごいこれは勢力ってことになりますよね。おそらくはね、あっという間に令和新選組抜いていくでしょう。そして維新に迫っていく勢いに、これはなっていくかと思います。皆さんでね、コラボどん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 応援していきたいと思います。はい、今後もね、情報が入ってきましたら、日本保守党につきましては、細かい情報を含めてね、えー、どん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 上げていきたいと思ってますので、皆さんぜひですね、拡散とチャンネル 登録とよろしくお願いいたしますそれでは今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは